ですね、今ピックを持ちました。ピックのストロークなんかをやってて、なんかちょっとこうソロアドリブみたいなね、ソロパート、ギターソロですね、ソロギターじゃないです、ギターソロなんかをねこう入れたい時なんかに指で弾いた時みたいにこうベースをずっとキープしてなんかこう音圧を保ったりできませんよね。そういう時にですね、よくまあジャズの人なんかもやりますけどもね、この1拍目とか1拍目の裏とか、別に2拍目でも構いません、その小節内にこうコードをボンと入れてあげてね、なんかアドリブをしてあげればいいという、アイディアがあるんですね。まあ例えば A のブルースなんかでジャーン、適当に弾いて D、 次の A、 そしたらまた D を頭に弾いて、そしてまた A2 小節、E、D、A みたいにして弾くと、なんとなくこれで成り立っちゃうんじゃないっていう感じがすると思うんですよね。こんなアイデアでね、ちょっと C のキーでちょっとファンクの流れで来たのでね、ちょっとファンキーな、アドリブ例とか一人アドリブ例ですね、コードを挟んだ一人アドリブっていうのをやってみたいと思います。みたいなのをね、作ってみましたが、ちょっと凝りすぎたかな、こんな感じでですね、コードを入れて、その間なんかこうフレーズでつないでっていう形でね、皆さんも一つのこのブルースのパターンなんかをね作りながら練習してみると、いざねなんかパッとこうなんだろう、ギター一人しかいない時にソロなんて振られた時もね、対応できるかと思いますので、ぜひやってみてください。